どうもおっちゃんでーす。明るいですよ、このおっちゃん。今日はトンネル、今トンネルから出ましたけどね、トンネルの中でなぜ速度が落ちるのかという話をしたいかなと思います。で、トンネルといってもね、いろいろあると思うんですよ。一般国道からね、高速道路からで、関門トンネルとかね、まあそんな中でね、高速道路のトンネルで減速する人たち、なんで減速するのかという、ちょっとね、私なりの経験と意見を述べたいかなと思っております。で、今ちょうどね、乗用車いないんですけれどもね、今日私広島2回線でこの山陽自動車道をね、今日、2回目の往復の帰り道です。2回線目の帰り道ですね。で、今日はですね、そんな中乗用車がですね、さっきもいたんですけれども、乗用車、特にね、トラックではなしに乗用車が多いです。マイカー並びに小さな車、営業用のまあ1トン車だとか、まあ自家用車ですよね。そのような車にね、トンネルに入ったらね、すごくスピードがね、遅くなる人が本当ね、すっごくいます。もう今日ね、3台か4台見ましたよ。なんだこれはと。でね、よっぽどひどい時にはね、60キロ割ってましたね。55キロだとか、そんなスピードでね、トンネル走られるとものすごく危険を感じます。で、危ないですしね。で、そもそもなんでトンネルがそんなにスピードが落ちるのかといった説明をしたいかなと思います。で、よくね、トラックの運転手はね、そういうトンネルはね、もう慣れてるので、そんな減速する人はね、トラックの運転手で減速する人なんてね、めったにいません。前の乗用車がスピードダウンして、それにつられてスピードダウンというのはありますけれどもね、おのずからスピードを落とすトラック野郎はね、そんないませんわ。で、乗用車に限ってね、悪いけど乗用車に限ってそんな光景をよく目にします。で、その原因をね、探っていこうかなと思います。まあ探るというかね、もう結論出てるんですが、で、まあ、トンネルはいわゆる暗いですよね。トンネルイコール暗いと。で、狭いで、狭く感じるんですよね。狭くて暗いと。で、そんな中ね、入った瞬間スピードのその錯覚が起きるんですよね。で、入った瞬間って、まあ、当然トンネル暗いじゃないですか。外よりは幾分暗い。ここも LED ライトが高光でついてますけれども、まあ、外よりははるかに暗いわけですよね。で、そんな中、前の車のテールランプだとか、頼って運転するわけですけれども、速いスピードで突入するわけじゃないですか、トンネル。マイカーなんかね、おそらく90キロとか95キロとか出ていると思うんですよ。でもね、そんなスピードでトンネルの中を突っ込むと、なんかね、前の車のテールランプが止まっているように見えるんですよね。そういう錯覚をね、起こします。私も実際ね、トラック初心者というかね、まだまだそんなね、高速道路に慣れていない頃にね、そういう錯覚に陥ったことはね、一度あります。一度きりですけれどもね。で、入った瞬間テールがね、要するに
赤いテールがブレーキランプに見えちゃうんですよね。で、減速してしまうと。ブレーキを踏まないまでにしてもエンジンブレーキだとか減速してしまうんですよね。で、後続車、ね、後続車がどん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 スピードダウンしていくと。で、最後尾の辺はね、もうすごくスピードがね、ダウンしてしまいます。で、またね、そのスピードダウンを作った人、原因を作った人がね、先頭でね、もうね、60キロぐらいのスピードで走っている。そういう人がね、多くいますね。昨日もね、おとといもね、実を言うとトンネルの中をね、60キロで行ってる人がいましたわ。で、まあね、高速道路最低速度が50キロだとか言われてますけれども、まあそれは違反ではないのかもしれないけれども、確かにね、それは違反ではないのかもしれないけれども、50キロはね、ちょっと危なすぎません？ほんとね、びっくりしますよ。で、今この車ね、85キロなんですけれども、こういうんでね、前に65キロだとか60キロでね、走られると、ほんとね、あっちゅう間に追いつきます。あっという間ですよ。で、まあ追いついた瞬間、トラックですと、排気ブレーキ、リタードブレーキを引かすわけなんですけれども、で、後ろの車なんか、後続車が、例えばですよ、100キロだとか、110キロだとか、そんなスピードで来られたら、もう、かなりのね、急ブレーキに近い形で、急ブレーキとまでは言いませんけれども、まあ、それに近い、急減速をしなくちゃなりません。そうしたら、またまたその後続車がね、大迷惑です。そんなんで、追突事故とかね、よくあるんですよ。で、トンネルの中の事故というのは、ほとんどが、その遅い車ですね。遅い車がいたがために、急減速をして、またまたその後ろの車がその急減速した車に追突すると。これも私ですね、よく動画の中で説明するんですけれども、まあ要するに、スピードと車間距離を取っていれば、大型、おおむね防げます。ですが、トンネルでね、そんな減速するマイカーの人たちはね、常にというか、トンネルにね、入ったらね、スピードメーターをちゃんと見てほしい。60キロはさすがにスピード落としすぎでしょう。まあ、80キロぐらいじゃないのかな。安全にクリアできるスピードとしたら、80キロですよ。それ以上はね、75キロでもね、ちょっと迷惑しますよ。なのでね、マイカーの人たちはね、トンネルに入ったら、その、スピードメーターをね、しっかりと見てもらいたい。で、よくですね、関東の方のトンネル、あるじゃないですか。例えばそうですね、中央道の小仏トンネルだとか、あとはなんだ、東名高速のどこだったか、大和田トンネル。ちょっとね、もうしばらく行かないんでね、トンネルの名前だとか忘れましたけどね、まあ、あの辺の渋滞の名所のトンネルがありますよね。そういったとこは、なんかトンネル内でアナウンスが流れているそうじゃないですか。スピード減速にならないように注意してくださいみたいな、ああいうね、アナウンスが流れると、聞いています。なのでね、本当そういうトンネルにね入ったら、スピードがね
落ちるんですよね。それとかトンネルで長い上り坂、そしたらですね、マイカーなんか特にですよ、なぜか知らないけどだんだんスピードが落ちると、アクセルそのままなので、で長い上り坂なんかだんだん減速していくと、で自分がね減速したのも気づかないと、でまあメーターを見ればもう70キロだとかそれ以下で走っていると、そういう現象になったりします。なのでね、そのトンネルにね入ったらね、ちょっとスピードメーターの方もね注意していてほしいなと。それと前の車との車間距離ですね、それをねしっかり取っていればね、そんなに減速しなくてもねいいと思います。それをね、スピードは出すわ、車間距離は近いわでね、で入った瞬間トンネル狭いし暗いし、でそのねただのテールランプがなんかブレーキランプみたいな感じで減速するんだろうと思います。なのでね、本当そういうことにならないように注意してほしいなと思います。はい、それではですね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が役に立ったという方はグッドボタンを、またチャンネル登録をしてみようという方はどうぞよろしくお願いします。それでは山陽道を山陽道を下り、大野インター出口付近よりこれにて閉局です。それでは皆さん、さようなら。